お疲れ様です。失礼いたします。ですね、今回はですね、コンバースですね、のですね、サイズがですね12だったと思う、デカ履きのために買ったモデルなんですけども、こちらの方はですね古着屋さんで買いまして、デッドストックの方も持ってたんですけども、やはり使っちゃいました。過去の紐も変えて使ったんですけども、こちら本当にね、もうめちゃくちゃ使いましたね。ここのとこですね、ロゴのとこももう取れてますし、ここにメイドイン USA で変えてるんですよ本当はね。で箱も持ってたんですけども、デッドストックのものはこれもですね、ちょっと見当たらなくてですね、こちらこうですね、見えますかね、ごめんなさいね、メイドイン USA って書いてますね。僕が買った当初は若い時にメイドイン USA のコンバースがございまして、で古着屋さんでもねいろいろあったんですよ。本当にいろんなものがあって、ピンク色もありまして、で僕はこのベージュの方ですかね、オフホワイトみたいな色なんですけども、こちらの方をまずこれを先に買いまして、よく使ってたんですよ。デカ履きが流行った時ですね、本当もう足長おじさんみたいな感じでものすごい流行った時期があったんです。まあところどころそういうとこはちょっとね、あんまり僕もあんま若い時なんでね、あんま思い出せないんですけども、そうですね、懐かしいですよね。こっちは本当はデッドストックで置いてた分なんですけども、もう履いてしまいました。もう我慢できずに、本当コンバースは大好きで、よく履いておりましたね。そうですね、キャンバス生地懐かしいな、メイドイン、ね、とにかくメイドイン USA、 消えちゃってますね、ものがもう大好きで、もう本当にね、もうタグを見てもうメイドイン USA なら何でもありみたいな感じで、若い時に買っておりました。その中の、今回はシューズなんですけども、コンバースなんですけども、本当懐かしいですよね。もうこの時がもう大好きでしたね本当に。12やったらそうですね、多分30センチぐらいですかね、大きさなんですかね。本当楽しめた、もうだからもうだいぶ汚れてるでしょ。こちらは古着で買いましたから、もともと汚れてたのかなと思っておりますが、こちらの方はもうデッドストックで使っちゃったということで、まあね、ちょっと置いてるんですけども、使っちゃったな、本当もったいないことしました本当に。コンバースは本当に大好きです。なんか 何って言ったらいいでしょうかね、もう自分の何でしょう、息子みたいな感じします。本当にもうそんな感覚ですね。デカ履きで履くんですけども、まあ欠点といえば、その階段とか登るときにちょっとつま先の部分が階段当たってこけそうになったりもしましたし、でもねやっぱり見た目がかっこいいんですよね本当、でですね、またですね、そのまたコンバースもなんかね
シューズ的なものも載せていけたらなと、スニーカーも載せていけたらなと思っておりますので、そうですね、今回はコンバースのオールスターですか、のスニーカーをご紹介いたしました。ですね、本当メイドイン USA っていう書かれてある文字はもう大好きで買っておりましたので、またそういった動画も載せていけたらいいなと思いまして、今回コンバースのスニーカーをちょっと動画をアップいたしました。でですね、またですね、何かございましたらまた私物紹介として載せていきたいと思っておりますので、また気軽に見ていただけたら幸いです。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。